とりあえず家にいるからな、はい、どれぐらいかな、分かるんですか、分かるよ、もう咲いたら分かる、咲いたらいい、普通はここ水落ちな、はい、へそここやな、ここやな、はい、だここと水落ちとへそのちょうど中間がここがいいの位置やん、押さえてて、はい、いい、ないです、ないや、ちょっとある、あ、ここなの、これ打ってきてる、ちょっとだけ来てる、はい、ちょっと来てる、はい、ここや、な、こんなとこなの、めっちゃ邪魔ってる、そんだけや、これ上げたらいいだけのことやねん、はい、めっちゃ簡単ね、前どなしてやったんかしらけど結構いって結構いった、だいたいこの辺から始まってこうデレーとこなんですか、ね、いいな、ここにあるわ、これなんか、うん、骨盤に巻かないと見ないけど、今日立て出してみる、よっしゃね、大きめに呼吸してくれる、大きく、はい、そんな感じで連続して呼吸してくれる、ゆっくりだから慌てなくてよ、それで内臓全体的に上げていくから、もちろん心臓も肝臓も腎臓も膵臓も何もかも胆のうも小腸も大腸も全部上げていくからな、なんでいくぞ、今19です、19、二十歳の時にあげようと思ったけど、あかんわ、二十歳は。19の。若い時の位置。もっとちゃんとした位置にあげる。はい、うん、お腹ずーっとおへそが引っ張られるような感じがしてるけど、なんか変な感じする。いや、ちょっとわからないですね。わからない。はい。もっと攻撃しといてな。俺その引っ張られるような感覚なの。だから、お腹が膨らまなくなる。どうかな。わかんない。俺その引っ張られる感覚。え？俺その引っ張られる感覚ですよね。そうそう、引っ張られる感覚。呼吸したらそれはあります。あれやろ、はい、うん、そうそう、引っ張られてくる。なんか、俺そのぐーっと膨らむんやけど、へその奥の方がなんか引っ張られてるような感じするの。ちょっとな、感覚的に。はい。お腹膨らました時な。はい、あと3呼吸で上がるから、ちゃんと。膨らまなくなって、ちょっと普通の呼吸でいいですよね、普通の呼吸で、普通の呼吸で、うん、気にしなくて大事、うん、あと一呼吸でちゃんと上がるから、上がっていい状態で安定、正常な状態で安定、はい、OK、はい、はい、さあ見るからね、ここやろ、へそここやろ、ちょうど真ん中ここな、はい、ここに家あるかないか、ほら、あったわ、あれ住んでるだよ、わかる、いや、下にはないですか、うん、見たこと、見たこと、ここやろ、下の方ないですね、
だったら俺一歩突き取ってくださいか。立たない。じゃあ立てになった。で、どんどんです。立てみな。そんなん落ちたら歩いたら途端に落ちます。今どこや？触ったら上がる。自分で触ったら上がるやろ。上がるやろ。触ったら上がるやろって俺言うとる。深く呼吸するだけで上がる。深く呼吸するだけでは分からへんけど、まだ他の操作してるから、いろんな他のことやってるから、呼吸したら横隔膜がこうやって動くの、でそれで内臓を動かしてんの、あなたに動かしてもらうから、ほいで踏み上げる。今までなんか押し潰されていた腸とかも取り込む。もちろんそうか。腸も押せるから、今さっき言ったよ、心臓も肝臓もいいもん、何もかも全ての臓器を全部正常な状態に自分で上げる。で、上げる。だから腸は腸でもちろんあるけど、上から押さえつけられてるのがなくなってくるから、はい、動きが良くなる、前以上に。で、食べたら前やったら、この辺ボーン膨らんだから、下で膨らんだから、食べたら体、上で膨らむから、そんな感じ、それはな、はい、腸を上げるのかな。わかった。わかった。ちょっと、これから。